それでは、熊本立ち上がりまして、長崎の大村に行く予定だったんですが、福岡で、土嚢袋を支援としていただけるということで、ちょっと方向変更して福岡県へ向かいたいと思います。170キロぐらい先なんで、まあ、2時間以上はかかるかなと思います。まあ、一応これ高速使ってるんで、ちょっと早く着くと思うんですけどね。ちなみに荷物は、ほぼほぼ降りてる状態なんで、まあ、車はよう走れますよね。あれ銀ちゃんじゃない？銀ちゃんじゃない？あら、銀ちゃんじゃない、銀ちゃんじゃないですか。お疲れ様です、銀ちゃん。ありがとうございます。台湾ガザミ今塩茹で中なんで、でこれをしっかり茹でて、茹でた後のだしでご飯を炊いていこうかと思います。はい、さっきの台湾ガザミを塩茹で中です。で出来上がったら、まあこの他に釣れたのサッパしか釣れてないんで、実質ご飯なしと一緒みたいなもんですけど、まあこのカニがあればね、食は進むんじゃないかと思います。はい、今起きまして、朝4時ぐらいですかね。ちょっと朝まずめしようと思いましたが、もう昨日ちょっと多めにご飯作ってて、もうそれを食べるんで、今日はもう朝は朝まずめなしで、連絡来るのを待って、そこから足北の泥かきを手伝いたいと思います。昨日初めてこの後ろで寝ました。
あのベッドでね、ベッドって言ってももう前側解体されてるんで、でちょっと簡易ベッドみたいになったんですけど、熟睡できました。8時ぐらいから、8時ぐらいから寝たっすかね。7時間ぐらい寝ましたね。久しぶりになんか熟睡して、まあ、カニは食われたんですけど、いやーやっぱり偉いですね。アスファルトやったら多分3、4時間でまた起きてましたもんね、痛いから。あ、そんな感じで、足北はね、なんか何が釣れるかよくわからないですけど、ただちょっと動画内でね、またちょっとこうちょっとだけ刺しましたけど、カンパチが釣れて銀ちゃんが釣ったんですよね。その他にもここに来るまでにほとんど魚を釣れてました。釣れてご飯にはそんなには困ってない状態ですけど、2日目だけが坊主だったのかな。2日目だけ坊主でご飯がなかったんですよ、晩ご飯が。で一応非常食にラーメンとか、まあそんなんは持ってきてるんですけど、極力これに頼らないようにしてます。で、深夜にもかかわらず、もう本当に土砂を積んだトラックがね、ずっとひっきりなしに走ってる状態で、本当にお疲れ様ですという、大変ですね。うん、泥かきもスコップ持ってこの時間からしてましたし、結構大変ですね。うん、人吉もすごい壮絶というか凄惨な感じでしたけど、やっぱこの辺りもね、すごい大変なんだなぁと思いました。で、まあ足北に来て、もう一応九州は全て一周回りきれて、で、最後の、関西から積んだ最後の支援物資、ガクさんからいただいた発電機も、熊村の方でね、おじさんに、自動車を営んでるおじさんがいて、その方にね、差し上げました。むちゃくちゃ喜んでくれてね、なんか何回も手握ってくれてありがとうってね、嬉しかったっすね。なので、とりあえず関西からのありがたい支援物資をすべてね、配達できまして、この場を借りて、今回、道中、支援物資をくださった皆様、それまでに集めるときに協力してくださった皆様、その他も YouTube でコメントをいただいたり、SNS、Twitter でね、コメントをいただいたり、皆さんのおかげがあって、ここまで、なんか頑張って、来れました。今で1週間ぐらいですかね。14日に出発して、大方、ちょうど1週間過ぎぐらいになりましたけど、まあ、多分、旅として考えるんであれば、こうやって復興支援の目的があって、変わらないテンションでね、行けると思います。まあ遊びとかではないので、別にここを復興支援終わって観光してとか、そんなん一切なくて、復興支援や支援物資届けたら、そのままご飯調達行って寝るっていう、この一連の8日間だったんですが、本当に遊ぶってことがなくて、釣りぐらいかな。釣りを、まあ、自給自足なんで遊びと捉えるか別として、でも、なんか釣りで生活していくって、多分、釣り人の憧れやったりするじゃないですか。ところが、なんか、自分が食べる分しか基本保存ができなくて、冬だったらまた変わるでしょうけど、自分が食べる分だけなんですよ。もう、とにかく保存できるのが。そんなに、クーラーボックスに入れてもずっと持つわけじゃないので、やっぱり腐っていってしまうと魚がかわいそうですし、もう食べる分しか釣らないっていう分なんで、心から釣りが楽しんでれるかって言ったらそうなのかなっていう感じで、
まあゆくゆくはね、キャンピングトレーラーができたら日本一周しようと、まあ強く思ってたんですけど、まあ、率直な感想を言うと、釣りで最初はね、釣りして旅して楽しいっていう風にイメージでね、行けるやろうと思ったんですけど、おそらく目的がなくなった時にすごいテンション落ちそうやなと思いました。今はもう本当に復興支援でいっぱいいっぱいで、そんなこと考える間もなかったんですけど、なんか釣りをするため、釣りってなんか生きていくためにしてるって感じでね、食べていくためにしてるっていう、特段レストランにも入れないし、飲食店もねなかなか入れないし、ましてやね、ラーメン屋さんとかに入るわけにもいかん。まあ銀ちゃんがあの一蘭をね、帰り際にごちそうしてくれた、その1回だけですよね。だけど基本的に一人ではやっぱり用入りきらんとこもあるんで、自給自足になるんですけど、なんかある意味僕にとってもいい勉強になりました。もうずっと、まあ銀ちゃんいる間の3日間2人やったんで、その時がほんまに唯一人とずっと接してる時っていうか、他はずっと一人ぼっちやったんで、まあね、ボランティアの団体に所属してるわけでもないし、僕は個人なんで、ほんまに基本的には一人っていう、一人の方を求めていってるっていう感じですかね。やっぱりコロナがあるんで、今僕コロナにかかると、今ほんまにこう他府県でボランティアで、こう入り込んでね、築き上げてきたものを僕が潰してしまうような形になるんで、本当にこれで僕がコロナにかかったら、まあ、人生終わりぐらいに考えてます。ほんまに思ってます。なので絶対徹底してね、かからないようにしたいなと思ってます。そしてね、また自粛、不要不急の自粛ムードがね、始まったみたいで、関西でも、まあその他の都道府県でも、飲食店とかしてる方々には本当にまた辛い、苦しい時期が来たなぁと思ってます。ただ、まあ、これはあくまで僕の個人的な感想ですけど、まあコロナウイルスにそうお前かかったことないからやとかいう話になってくるんですけど、僕自身は、コロナがまだ身近なものではないと、僕にとってはまだ身近なものではなくて、それよりもやっぱり水害の後のね、本当に疫病というか、水って本当にすぐ腐るんで、そこからなんか病気をもらうんじゃないかって、そっちの方がリスクが高いんじゃないのって、やっぱりそっちの方を考えてしまうんですよね。コロナは自分がね、自己防衛して本当に防げるものであるかもしれないけど、疫病ってその地域にずわーっとこう発生するもんじゃないですか。特に水害なんかほぼ水害ですから。だから助けたいと思っただけで、そこにコロナと天秤にかけるような感じじゃないんですよね。コロナも怖いと思うんですが、もう疫病としてもうほぼ発生するであろうというものの方が僕は怖いです。例えば、まあこんなね、水害地とかでね、怪我してしまった場合に、僕は破傷風になる方が怖い。まあそんなこともあって、生きるために、もう、生きるために、コロナは怖いけど、生きるために、まあお店なり、僕は続けていいと思います。こんだけ1週間外いて、まあ徹底して人と会う、なるべく会わないようにしてますが、自己防衛だけきっちりしてね、本当にね、これをきちんとやりきって、もうすでに4000何百キロ走ってますけど、鹿児島でも結構な時間滞在しましたし、そんなことでね、お店やって苦しい人もたくさんいると思うんですが、ご自身が生きるためにね、僕はお店したらいいと思います。続けてほしいし、そこに、まあ自己管理をね、きちんとしたお客さんが来てくれればそれでいいんじゃないのかなと
思ったりしてます。今回はね、本当にあの銀ちゃんが僕に会うにあたって、その以前からね調整して、あのどっかと見歩いたり してないと、僕に迷惑がかかるからというふうに言ってくれて、まあ、そんな銀ちゃんやからこそね、この3日間ほんまに密でねやってきたんですけど、本当にそういうところもねすごい感謝してます。まあ、あとはね、九州の人たちとも、まあ、こんなに触れ合うことも田舎にね帰らない限りなかったことなので、あと、まあ、人の温かさとかも今回のこういう支援で気づいたこともありまして、まああとはそうですね、明日足きた泥かきしてある程度目処が立ったら、自分もまあ一旦関西に帰ってこういう動画を全てきちんと編集したいなと思ってます。あんまり期間が空きすぎちゃうと、伝えたいことが伝わらなかったり、そういうことも考えると、今リアルタイムでせないかんことは今の現状をちゃんと伝えることだと思いまして、あとまあメディア、昨日もテレビ局から取材申し込みってされたんですけど、釣り場を探してる最中にタフ県ナンバーの僕の車を見つけて来たんですけど、僕はもうはっきりと断りました。伝えたいことが全然伝えてもらえないっていうことをはっきりと告げてお断りしました。僕はテレビとかそういう新聞とか写ってなんかただ単に有名になればいいわっていうような考えでね、こんなことしてないし、まあ中にはね賛否両論あるんで、僕のことはやっぱり売名やっていう人もいるけど、僕の過去の動画から遡ってもやっぱり今の再生はすごく落ちてます。トレーラー作ってる方がやっぱ高かったし、そういうことじゃなくて、釣りチャンネルであってもキャンピングトレーラー動画であっても、このチャンネル自体が僕の生き様動画なんやでっていうね、そういう風に捉えてもらった方がいいかなと思います。本当に売名にはならないと思います。これを見てね、俺もやろうかなっていう声も聞きました。確かになんかええなっていう感じで言われたんですけど、これで売名ってしていこうって思ってるミュージシャンの方やめてください。ある意味本当に迷惑かかっちゃうんで、他の人にね、それよりも現地の人を大切にしたりとか、配慮とか、そういうのをしっかりと、こう、身につけて、やっぱ行かれてくれた方がいいかなと思います。ただ、音楽する上で、役に立つなと思ったのは、このリアルは必ず歌詞にも生きてくるやろうなと思います。まあ、そんなことで、頑張って、残り、まあ何日間かですけど、やっていきたいなと思ってます。では皆さん、コロナに気をつけて頑張っていきましょう。ではでは。